おはようございます。昨日の続きでね、まあ、昨日32枚釣ったんですよ、渚で。で、公約は2人で100枚両方寝るよね。で、今日はもうここだけで終わります。まあ、少し雨降ってますからね、うん、で、まあ感想としたら、初っ端にある程度魚が出たらいけるかもか、いいか悪いかどっちかです。とにかく、ね、公約をちょっと果たしたいですね。一生懸命頑張りますから、まあ見とってください。どんなですか？食いますね。まいったか。すごいです。すごいですね。ほんまにまだやろうと、やりました。最初散るかなと思ったんだけど、日が全然違うから、これもしかしたらまだいいかなと思ったら、だけどね、この女の寝るはね、本当に私テストやってる時からね、 90.5 か、あと70とか、あと30とか60とか、よく釣れますよ。この餌はまだの餌と言ってもいいぐらい、だけど何でも釣れるんで、楽しいね。やっぱりこういうやつが散る水曜と来るから、よかった。この雨の中をありがとうございます。マダイさん、うわ、来た。ソフトにやればいいんです、ソフトにね。スーッといったでしょ。ああいう当たりを取れば。怖いな、この餌は。このチヌコレと常温レレは最高ですよね。今これチヌコレ入れたやつ、さっき混ぜたやつを使ったら釣れました。ラストスパート頑張ります。
武さんお疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。やるちゃんさすがやな。あ、いえいえ、90枚とどめさせたな。90枚ゆうちゃんやりましたよ。さすがですよ。あと10枚張り方な目標にやって、ちょっともうちょっとでしたね。もうちょっと、はい、ただこのぐらいがいいよ。保存、あの上練りよかったろ。いや、食いますね。あるとな、血の転がり大きいな。あれ混ぜたやつ、あれよ、いいわ。これ最後はチノコレと全然入れてないやつは違う。食い込みが浅い。ちょっと反応が変わりますね。変わるか、絶対変わる。まあいい勉強させてもらいましたよ。さすが、常温練り。常温練り、すごいですね、うん。びっくりしたの？いや、もうびっくりしました。もうぜひ、ね、あの皆さんにも使ってもらいたいと思います。当たり前ですよ。まあ私の口からあんまり言ったけんけど。まあ皆さんぜひ使ってみてください。柔らかくしてやればね。0.5 度。そうと思います。変わらない超過が出ます。出ます。あ、お疲れさんでした。お疲れ様でした。疲れました。ありがとうございました。もうやらないぞ。お疲れ様でした。お疲れさん。はい、ちょうど90枚ゆりちゃんが釣りました。これ逆から読んだらマルキューですから、ちょうど締めがいいんですよこれで。まあだけど今日は疲れましたよ。まあ皆さんぜひ使ってみてください。